はずっとそうしてきたんだ。2月28日から始まった一期当選からの後半のターンを紹介するよ。経歴は、式力の超絶強化で、武力プラス力と速度上昇、損撃ダメージ上昇。さらに、工場準備機に入ると、車輪になる効果。今まで、発動時に、車輪か構想かを選んで使い分けられる経歴はあったけど、経歴中に、車輪と構想が切り替わる初めての経歴。その分合層の部分のみを見た場合、式力で、武力プラスの減り、速度上昇、損撃ダメージ上昇やから。式後で、武力プラス7、速度上昇、損撃ダメージ上昇のオーロンや火炎と比較してかなり、控えめの性能、両方使ってこそ、本領が発揮できる、軽略って感じかな。それでも、関羽自体は、武力10で、もともとの武力が高いから、耐久力が高くて、乱戦しながら、少し損撃する程度でも、十分な戦果を上げることが可能。見ろ方、こら受けてみろ。知ってる人も多いと思うけど、突撃オーラ中の牙がこちらに向いてるとき、一定距離で車輪を発生させると確定的迎撃を取ることができるよ。お前やるな。イカズチの加護になり、私たちの絆は永遠に。深く踊った。ここまでか。流派発動。二の型。己と人のためにある。私はあなたを守る。受けてみろ。霊炎鏡は常に私と共にある。イカズチの加護になり、私たちの絆は永遠に。撃って。少しは役に立ったかな。ここまでか。やるな。兵力ミリからカウンは頑張ってくれたね。こっちの戦機は即復活のカジノ壁からカウンは散らされることを気にせず、ギリギリまで粘って少しでもダメージを稼ぎに行くよ。消え
く命。もっと前でなく受けてみろ。行かないで。流派発動。一の方という名の定めに逆らうわ。俺らだけでやるぞ。負けた。お前やるな。私はあなたを守る。貴様。ここまでか。俺らだけでやるぞ。己と人のためにある。オラ！流派発動。三の方。オラ！少しは役に立ったかな、俺。流派発動。三の方。魂は死せ。宇宙波発動。二の肩。うわあ！気に入った。参ります。こっから反撃開始だ。覚悟はいいか。
霊炎鏡は常に私と共にある。もう一つおまけに。撃ち抜いてやるぜ。間合いです。撃ち抜いてやるぜ。お、クニちゃんは進め。魂は死せず。流派発動。三の肩。霊炎鏡は常に私と共にある。まずい。体が。はあ、気に入った。参ります。こっから反撃開始だ。覚悟はいいか。人称タイガー。新たな戦を見せてやる。撃ち抜いてやるぜ。撃ち抜いてやるぜ。霊炎鏡は常に私と共にある。突撃して退路を切り開く。戦機解放。撃ち抜いてやるぜ。だけでやるぞ。死は死せず。参ります。うー、悲しい。
強い。パクチンが、こら、ここらでよかろう。これは俺の元主だ。バカチンガ、二手に分かれて逃げよう。お前の志はそんなものか。撃て、バカチンガ。人のためにある。バカチンガ、流派発動。二の方、ここらでよかろう。くそ、撃て。バカチンガ、撃て。これは俺の本質だ。悪魔め、ジンガ、おめでとう。何ぼーっとしてんだよ。バカジンガ、あたしは呂布という名の定めに逆らうわ。少しは役に立ったかな、俺。お前の志はそんなものか。霊炎鏡は常に私と共にある。バカチンガ、
悪魔め。よし、地下は死なず三千世界に食らいつく。霊炎鏡は常に私と共にある。ご視聴ありがとうございました。